くね、あいつ。ほら、そこのお前ら、おろおろしてんじゃねえ。ちゃんと胸張ってしっかり客に顔見せしとけ。風影殿。もしかすると、すでにオロチマルの手に。そうなっていては、もう見つけることは。早く五代目お決めになった方が良いのでは。まあそう、年寄り扱いせんでくれ。遠路はるばる。お疲れじゃろ。いえ、会場が木の葉でよかった。より予選を通過した8名の本戦試合を始めたいと思います。少々トーナメントの変更があった。うん、8名なら1人足りないようですね。自分が誰と当たるのかもう一度確認しておけ。あのさ。なんだ。その、サスケがまだ来てねえんだけど、どうすんの？俺、他のやつより予選の数多かったのに。自分の試合の開始時間までに到着しなかった場合、不戦敗とする。ドスってやつ、棄権したのか。あれほど目立つことは避けろと言ったのに、うちはサスケとかいうガキも、やっちまったんじゃないだろうな。どこへ行く？俺の存在を確かめに行く。おかしいってばよ。あいつの性格なら体引きずってでも来るはずなのに。勝負はどちらか一方が死ぬか負けと認めるまでだ。おい日向、ここ空いてんぜ。うん。一回戦は渦巻きになると優雅ネジ。あのナルトってやつ相手が悪すぎる。何か言いたそうだな。絶対勝つ。相手がネジじゃナルトに勝ち目はないけど。そんなことないっていうの？その方がやりがいがある。本当の現実を知ったとき。まあ、最初は俺もそう思ったが、あいつを舐めてるとびっくりするぜ、皆さんよ。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、さっさと、始めようぜ。よく見ておけ、花火。ヒューガの決定限界をあれほど色濃く受け継いでいる者もおらん。接近戦はダメだぜ。今度はヘでどうにかなる相手じゃねえぜ。あいつにはあれがある。ナルトのやつ分かってんのか。正面から行くやつがあるか。転結と言ってな。そのツボを正確に突くと相手のチャクラの流れを止めたり。ダメ、ナルト。おめえの力を確かめただけだ。外したか。面白いやつだ。やべえ、影分身の術。この白眼をもってしても本体を看破することはできない。考えたわね、ナルト。影分身なら。へ、強がるなってばよ。来るなら来ればいい。だが所詮本体は一つ。
言うなれば、人は生まれながらに全てが決まっているんだよ。火影になるか。これじゃ無理だな。人はそれぞれ違う。逆らえない流れの中で生きるしかない。では誰でも努力さえすれば火影になれるとでも言うのか。誰もが等しく持っている運命とは死だけだ。俺は諦めが悪いんだってばよ。影分身の術、本体なら分かってんだよ。ナルト君、ここまでだな。本体はお前だ。だから無駄だと言ったのだ。だから勝手に決めんなって言ってんだろうが。ナルト君、負けないで。まさか俺の考えの裏を書いて分身の一体にわざと引かせていただと。よっしゃー、いけんなと。こっちは玉砕覚悟で突っ込んでんだってばよ。そらー、やった。あれは、あれは回転。あれがネジの防御よ。なんで？ナルトのパンチは当たったはずよ。勝ったと思ったか？この野郎、なめんなよ。驚くのはまだまだよ。ネジの本当の力はここから。最大視界はほぼ360度、そしてその白眼で相手の攻撃を全て感知。回転はヒューガ宗家、つまりヒューガの跡目だけに代々伝えられる秘術だ。それを独自で作り上げたというのか。つまりそれはあのガーラ以上の力を持った。これで終わりだ。お前は俺の八卦の領域内にいる。よいしょ。分家の者が宗家を超えるか。九天、よいしょ。ヒューガの血系限界の力が決して後を継げぬ分家の子に。全身64個の転結をついた。お前はもう立てもしない。努力すれば必ず夢が叶うなんてのはただの幻想だ。悔しいか。変えようのない力の前にひざまずき、己の無力を知る。あっちゃー、やっぱねお、おい日向、お前大丈夫かよ。俺は諦めが悪いんだって。もうやめておけ。これ以上やっても同じだ。別にお前に恨みはない。うるせえってばよ。たような命して、あんなに頑張ってる日向のことを精神的に追い込むようなことしやがったんだ。そこまで言うなら教えてやる、ヒューガの憎しみの運命を。逃れられない運命に縛られた者の証。父ヒューガヒザシと、あそこにいる日向様の父ヒューガヒヤシ様は、
双子の兄弟だった。可愛い子ですね、父上。三つになった時、俺は樹印を刻まれ、カゴの中の鳥となった。さっき、父上、この額の印はただの飾りじゃないんだよ。粒皮印は分家の者の脳神経を簡単に破壊する。ヒューガの白眼という血系限界を英語を守るために作られた効率のいいシステムなんだ。あるよ、日向様が何者かにさらわれかけた。その時日足様はすぐに駆けつけ、そいつを殺した。そいつは同盟条約を結んだばかりの雷の国の忍び頭だった。にこじれ戦争にまでなりかけた。雷側の要求は白眼の血系限界を持つヒューガ宗家。しかし戦争を避けたい木ノ葉は雷とある裏取引をした。この忌まわしい樹印から逃れるには死ぬ以外に方法はないため、ヒューガ日足の影武者として殺された俺の父親のおかげでな。お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。お前は俺に負ける運命だ、絶対にな。そんなもんやってみねえと分かんねえだろ。試験か、終わりだ。俺は逃げねえ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。聞いたようなセリフだな。自分の言葉は曲げない。一生拭い落とせぬ印を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものか。分かるってばよ。何も知らぬガキが偉そうに説教するのはやめろ。んで、それが何。そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。お前の64の転結はもう閉じている。当分チャクラの使えないお前がどう戦うつもりだ。チャクラを使い切った時みたいな感じだ。お前はチャクラを2種類持っとる。結局のところお前も日向様と同じ運命だ。今回ばかりは絶対負けられない。絶対勝つ。どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとする。だと言われたからだ。このチャクラ間違いない。キューピー、バカ、転結を使われてるんだぞ。一体なんだあれは。あれがチャクラなのか。行くぞ。あのガキバカ力出しやがって。これじゃヒューガの子ぞ。ネジの回転は体を回転し相手のチャクラをいなして弾く技。
の状況でとっさに影分身を。お前の得意忍術か。影分身を穴に残して正気を見出したか。分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。運命がどうとか変われねえとか、そんなつまんねえことめさめさ言ってんじゃねえよ。自分を信じる力、それが運命を変える力となる。勝者、渦巻きナルト。